この間に3人ぐらい死んでたらどうしよう。2人死んでる。2人死んでるよ。もうダメだ。頼むぜ。インポスター、インポスター。くるバーガー作るよ。キャベツ、トマト、キャベツ。あれ今回これ絞れるんじゃないですか。中山さんですか。いや違う。誰早くなっちゃう。誰かあのスナさん誰と言いました。誰かと一緒にリスポーンしてボタン押しに来ました。いやちょっとねこういう時に限って誰ともすれ違わない。あのエンジンルームスポーンです。なるほど。誰ともすれ違わなかったです、はい。あ、そう、エンジンルーム。アンマロ君と一緒にスポーンした人聞きません？僕聞きました。そうですよね。僕はキッチンリスポーンですれ違いませんでした。キッチンリスポーン、あわ？君だけですか？川沿いもいます。あ、ごめんなさい、嘘ついた。うわ、ぶね。ごめんなさい。川沿い君もいた。川沿い君もいた。僕もいました。はい。僕もいました。はい。あの、アンマーが助けました。はい。あ、じゃあ、はい。ああ。じゃない？うん。貨物室はトリッピーフルコンベルクラさんです。トリッピーさん、はい。はい。トリッピーフルコンベルクラさん。ムツさんは、あの、これ、エンジンルームかメインホールかどっちか忘れちゃったんですけど、これみんな同じだったら僕エンジンルームなのかな、砂爪さんがエンジンルームって言ってるから。あ、私多分あの速攻やったんで、うん、多分あのボタン連打してエンジンルーム選んですぐ上行っちゃったから、多分。そう、砂爪さんはこれ見てないかな、うん、見てなくて。でまあ、ただ確かに速攻リスポーじゃなかったから、うん、じゃあ、うん、私かちょっと一つ情報出させてください。アドミンを僕まっすぐアドミン行ってみました。ミーティングレーム2人いました。あ、それは個人的にスナさんが噛んで10秒きっちりで。あ、パソコさん？パソコ見たから。いや、一気に分かんなくなったから。危ない。びっくり。本当に腹底です。それは。ひらくん、ミーティングルーム3じゃない？ミーティングルームは3じゃない、2だったはず。あ、じゃあ、ちなみに、あと僕見えなかったから、今ちょっと死を覚悟しちゃった、今。びっくりしたー。なるほど。であれば、砂溜さんがむしろ白くなりましたよ、僕の目線で。びっくりか。正直に砂溜目さん、畑底君見えてなかったから、あの自分から畑底君がいたって言わ発言なかったんです。認めてしまう。なるほど。でも相当絞られるのでは。でも砂爪さん最速じゃないんだよな、押してんの。まあエンジンだからしょうがないとは言える。はい、あざまる水さん、はい、はい、おはようございます。はい、で、あとさっきも言ったんですけど、宿舎脇で、あの、そこミーティングルーム行ってたんですけど、うん、あの、一旦待って、一旦僕は魅力のカードのタスクをやってから押そうと思ったら、砂鍋さんが押したって感じなんで、うん、僕はむしろ砂鍋さんが白くなって、むつさんが黒くなったって感じですね。うん、なるほど。で、なるほど。まあ、タスクで詰めていいのかわかんないですけど、僕は、あの、うん、2ゲージ分ぐらい多分直ってたと思う、進んでたと思うんですけど。なるほど。の1個と誰かなんじゃないかなって思ってます。うん。そしたら僕のバーガーじゃないですか。おお。俺、いやでも、多分エンジンかメインで湧いて、で、誰もいねえってなって、うん、そのままコックピット行って誰にも見られず終わってるから、確かに誰にも観測はされてないんですけど。コックピット、ヒラは結構散らばってて、こうミューティングルームが2人っていうところだけしかちょっと注目しなくて、そこは申し訳ないです。大体2人がいるところで殺人が起きたりすると思うんで、僕はそこだけちょっと見てます。そうじゃない。はい、さんは平君を見てないの？コックピット行って。奥まで行ってない、そもそも。手前でもなるほど。すぐ別れちゃいました。あと
金庫室とか昇降機には1あったとかって覚えてないですかね、ヒラ君。うわー、申し訳ない、そこは。え、むつうさん、質問なんだけど、エンジンルームから湧いて、うん、エンジンかメインかどっちか分かんない、ごめん。あれにメインで湧いたとしても、そうか、メインで湧いたとしても、ちょっと時間的にはなんかコックピットの奥までは行けそうだけど、そこ他にタスクをしながら行ったってことですか？いや、してない。そのまままっすぐ行った。あの最初マップ見ながらどこのタスクがあるのかなで。めちゃくちゃ遅いぐらいにリスポンしたのかな、多分。うんうん、まあまあ、まあ、まあ、めちゃめちゃ遅いっていう自覚もあんまりないけど、なるほど、まあ、普通にどこにしようかな、うん、ポチくらいで行ったけどな。はいはい、ちなみに、フルコン貨物湧いて右側の、うんうん、マーク見てたけど、ベルクラトリッピーがもしアーカイブ湧いてたとしてやりに行ってるっていうのは見てないですか？別に。あ、トリッピーしかアーカイブの方に行ってない。俺ラウンジまでしか行ってない。ベルクラさんは来てない、うん、あれならトリッピー、うん、砂ザメ旗底のラインはできましたね。まあ、二郎でない限りは、うん、そうですね、確かに確かにですね、うん、はい、じゃあミュートにします。砂ザメ旗底のライン、うわ何これ、シャワーと電気、何これ。待って、4を押して、あら、はい、あれれれ、あれれれ、あら、かわいい君、最初キッチン脇だったな、確か。キッチン脇でしたね、はい。あの展望室デッキの一番左下のあのアップロードタスク、あ、はい、よく見つけたな。あ、僕もそれがあったんでです、ね、コミュニケーションで宿舎で湧いたかな、うん、あの、ね、うん、でダウンロードしてそれをアップロードしに行ったら死んでました、ね、うん、え、フルコンさん誰かと連れ違いました？宿舎で私とフルコンさんいましたからね、一回。宿舎から最初の宿舎まではトリピーと一緒に行ってます、フルコンさんは最初はね、うん、なんか城から出してとかの方がいい。あ、その辺が広いかな。キッチンで湧いたあたりの方。はたさこくんもまたラインができる。はたさこくんもこの湧きました。先、うん、はい、出しであのアドミン情報最後の一瞬だけ見たんで言わせてください。はい。展望に確かキッチンがいて、電気室か診察どっちかに2とか1か、貨物確か1で、昇降機かアーカイブあたりにも1いました。電気に1が多分、うんうんうん、電気2か、砂ザメで、ムツーさんがいたかな、電気に。ね、電気、あ、そう、貨物いた気がする。ちょっと入って、でも最初1貨物だから、多分貨物の1が俺だと思うな。ああ、違うか。貨物、あ、貨物僕もいました、ずっと。あれ違うか。ですね、貨物僕、金庫のタスクをやってました。あ、まあまあ、あんまりちょっとネタリタあんまり言っちゃいけんけど。あれ、診療か、診察かもしれないですね。ちょっと、じゃあ、やっぱじゃあ。21211だから、あ、多分合ってますね、うんうんうん、で多分昇降機かアーカイブあたりに1人もう1人いたはずですね。そう、これがもしかしたら下かな。行く前ってどこら辺から来たの？え、コックピット行く前、キッチン脇で展望行って浮き子行ってトリッピーとすれ違ってコックピット。その時には川添さん見てないの？川添さん見てる、キッチンで。キッチンで見てる。砂亀さんと3人ではいて、なるほど。売ってた時ぐらいに確か畑底くんキッチン内にいた気がする。なるほど。そこで3人見てるんならやっぱ砂ザメ片底ありそうだけどな。いやー、キルクール的に即はかない。キルクール的には無理なのか。エンジンルームで湧いて、ムツーさん怪しく見えちゃうけどな。ベルクラさん
武器庫セキュリティシャワー貨物。武器庫セキュリティシャワー貨物。武器庫セキュリティシャワー貨物。ベルクラさん。ベルクラさん。あれ、俺ベルクラさん見たような気がする。あれ、気のせいかな。前だったっけ？ん？一緒に湧いた人とか、なんか。いや、多分武器庫にいましたね。で、僕がアドミン見て、武器庫セキュリティあたりに、武器庫にセキュリティ1とかの場面があったんで、そこら辺でキルされてるんじゃないかなと思います。なるほど、僕、最終位置セキュリティなんですけど、いなかったですね。貨物に最後いた人いない。はい、あとです。ひらすなざめが貨物にいて、うん、でひらくんが金庫の助けやってて、うん、その後金庫の助け自分が終わったらひらくんいなかったので、まあ多分先終わったんだぐらいな感じで、うん、なので多分貨物診察あたりがどこだっけな、どっちだっけな、すなざめです。あ、じゃあ。うん、で、あ、診察室僕その後行きました。貨物は畑底です。貨物は畑底、セキュリティ6つ、はい、うん、アーカイブラウンジ貨物っていう順番に行きました。うん、なるほど。あれ、あの竹尾さん、そのキルのタイミングでどのタイミングですか？あの停電中とかですか？停電治ったあたりじゃないかなと。なんか2回停電ありましたよね、うん、最初の停電治ったあたりなんじゃないかなとは思ってるんですが、はあはあはあ、トリッピーってどっから来ました？トリッピーは、武器庫から来て、多分ね、武器庫でベルクラさんに会ってる。なるほど。でその後に、うん、提督と一緒だ、多分。あ、うん、じゃあ、話は簡単で、トリッピー目線はムツーさんが犯人になってる。はいはいはい。全じゃないですか。怪しい位置。めちゃくちゃ怪しい位置。多分1回目の、あ、僕、バイタル見たんですけど、その時すでにあのベルクラさん死んでて、多分停電、そうですね。はい。なんで竹尾さんとそのタイミング一緒だったら、まあその辺で本当に殺されたんだなっていう。これ提督信じてムズさんに入れていい？ムズさん。メインから電気に降りて電気を助かってセキュリティ。僕も入れてみます。マジ？ムズムズさん入れますか？最初の事件も怪しかったからな。うん。うん。そうね。入れてみします。そんなー。でも。多分合ってると思うんだけど、むつさん3つのキル全部に関わってるから。で、トリッピーはドアを開けている。ドア考察。トリッピーはドアを開けているからキルクールが止まらない行動。あれでもね、エンジン側閉まってた気がするな。トリッピーもありえるんじゃない？ちょっと分かんなくなってきたな。これ誰かボタン押してくんねえからなんかキッチンが、あーでもキッ、そっか、うん、合ってる合ってる、そうだよな、うん、武器庫から来たんだったらそれは開いてるから数日回ってるわ。武器庫から来てるって言ってんだろ。あ、そういえばフルコンさん残してきたな。やだ、やめてやめて。3番4番7番でしょこれ。 H は5番。5567だ。3人ぐらい死んでたらどうしよう。もう終わりだよこの村。この間に3人ぐらい死んでたらどうしよう。2人
人死んでる。2人死んでるよ。もうダメだ。やべやべ。ナイス。ナイス。危ねえ。危ねえ。フルコンさんのセルフはないかな、多分。はい。俺、スナさん怪しいんだけどな、これ。なんか、俺がバイタル見てたら、うん、バイタル見て、畑迫さん、トリッピーの順に死んでます。うん、で、うんうん右からスナさんが来て、で、カモから。バイタルに行った時に電気室から来たフルコンさんと合流だっけ確か。そう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 。うん。で、あれって思って、でだから砂さんが来た方にどんどん戻っていったらラウンジの上で見つけたっていう感じで、で砂さんがついてきてたのよ。だから、これ見つけられないように追っかけて殺そうとしてるのかなっていう感じがすごい受けた。うん。だったら多分。離れるんじゃないのかなって。でしかも診察室で停電が起こったので、うん、で普通に電気直しに行ったっていうところの並走を殺しに行ってたって取られるのはちょっとやだなって。じゃあ下まで砂鮫さん、うん、はい、砂鮫さんどっから来たんですか。アーカイブラウンジ貨物なんで、でその時死体なかったです、うん、じゃあ誰がキルしてますか。でフルコンさんが別に黒いところあるかって言われるとセリフじゃないんで、うんうん、で平竹を全く今情報今日が降りてないのでちょっと聞きたいな、はいはいはい、それはそう、うん、最初に貨物の、タスクをやってその後バイタル見たんですよ。その時点にすでに畑底さん死んでました。うん、はい、それはフルコンさんの上にした、ま、じゃあ畑底さんは結構早く死んでる、うん、多分時系列違う。僕が先に見て畑底さん死んだのを確認してフルコンさんがその後トリッピーと畑底が死んでるっていうのを確認してる。じゃあ多分竹尾一郎だ多分。あ、待ってください。僕は無痛さんを釣っていて、さらにエレクトリカルでフルコンさんが僕を死にしてるはずです。うん、見てる。うん、見てる。うん、なんで僕は個人的に今砂さんがちょっと怪しめに見えますけど。なんとバカなクルーたちだよ本当に。ナイス。これはレベル高い。素晴らしい。バカなクルーたち。おばあちゃんみたいな。確かに。ジブリのキャラかなんか。めちゃめちゃ。いやー。一番最初の子たちだよ。あのミーティングのやつ。今回あれはムツさん、そうですね、僕がやっぱり僕が、あ、やっぱムツさんだったんだ、あれは、はい、そうだったんだ。関与してない相方のインポスターなのかなってちょっと思ってたんですよ。ナダメさん、いや、なんか僕の時にああ余計なことしたって思っちゃって、いや逆にボタン押される前に殺したろと思ってなんか早すぎるんですよ。あ、記録タイム開けた、あ、馬場だ、馬場だ。すごいね、生まれてただまっすぐ歩いてたら死んでました。速攻で。ああでもねえな。ひどかったあれは。5秒ぐらい黙っちゃった。